他人の不幸を喜んでしまう原因を教えてください。勉強とか顔とか性格とかいろんな分野においてそんな気持ちが出てしまいます。喜んでしまうたびに自分はなんて最低な人間なんだと自己嫌悪に陥ってしまいます。まあこれがねやっぱ人間というものですから、人間はやっぱりその現代の社会ではともかく我々の先祖っていうか昔を考えるとですね、自分と他人の優劣を比較してね、で優れていると喜ぶ、そうでないと苦しむというのが必要だった時代あると思います、つまり他人よりも優れていて、でそれがその人の生活っていうかその生きることに非常に深く関係していたということです。で進化心理学という学問においては自分と他人の比較はおそらく最初いわゆるその、異性を獲得するということにおいて生じたんじゃないかと。つまり自分が同性よりもより魅力的であれば異性を獲得できて自分の子孫が残るということですね。で子孫が残った人のその子孫が我々ですから、つまりいわゆる自分と他人を比較してなるべく他人より優れていたいと思い、その逆を苦しみ、そうやって頑張って他人より優れた存在になろうとして、でそれで異性を得て、で子供を残す、そういう性格の子孫が我々である、そういう考え方を進化心理学はするわけです。つまり他人より優れていることが生き残りの重要な要素であったという時代があって、いやそういう時代の方が人類においては現代の短い100年200年よりも長いだろうということです。そうするとそういう性格の遺伝子が我々の中にあるんだということです。しかし現代ではそうですね、他人より容姿その他で優れてなくても例えば生きていけないとかいうことなくて、国民は皆法のもとに平等で、でそのお金に関しても健康で文化的な生活、これをするために必要な、まあ、その社会福祉制度とかはその全国民に保障されてますから、それほど競争で勝たなければ自分が生きていけないってことはなかったと思います。しかしそうでない時代もあったと思うし、今環境が変わってきてるんじゃないかなと思うんですね。だからこういった他人の不幸を喜んでしまうということは良くないんじゃないかなと思う余裕が現代社会には出てきたということかもしれません。昔は他人の不幸を喜び自分の幸福、これは他人を退けてでも得るということがむしろあからさまだったかもしれませんね。それがまあ人間というものではないかと思うんです。ただ現代においては今この人が悩んでいる通りですね、つまり自分と他人の優劣を過剰に比較して、で自分は他人よりも劣ってるって卑屈で悩む、で自分は何の取り柄もない、人生生きがいがないと思ってうつ病になり、そういったことが起こる。つまり生きていくために他との優劣の比較をすることが助けじゃなくて逆に逆効果になっているということですね。そういった部分があると、まあ、ある意味じゃ人類社会の環境変化、この結果ですね、過剰な優劣の比較、競争心、ね、これは生きていくにむしろ逆効果だと、精神的に逆効果だということになると。まあここまで単純化してしまうと良くないかもしれません。昔はまあ物理的に生きていくことが非常に大変でしたからね、ちゃんとしたお家、ちゃんとした服、ちゃんとした食べ物、これを得て、その時には他とのやっぱり競争ですから、その異性の獲得にしても何にしても、そういった競争は本当にその勝ち抜くことが必要だったと。勝利こそが戦争のように生存であり、敗北、これは死を意味するというのがあったかもしれないと。しかしその度合いが今のこの社会ではだいぶ和らいできたというのはあるんじゃないかなと思います。
で、つまり我々の脳がですね、まだ他人よりも優れていて、幸福になれる、他人よりも劣っていると不幸になるというふうに思い込んでいると。でそれを土台にすると、自分よりも恵まれてない他者、この存在イコール自分の生存、自分の生きていくために必要と錯覚してしまって、でそれを喜ぶというふうな状態になっているんじゃないかな、まあ、そういうふうに科学的には、心理学的には分析する面もあるわけです。進化心理学ということなんですね。で、そこでですね、じゃあ一体変わりゆくこの人類社会の環境、過剰な優劣の比較、卑屈や妬み、そしてだが自分より劣っていることに対する暗い喜び、これが逆効果だと。生きていく上で必要性が少なく昔はあったが、そして弊害が多く昔は目立たなかったがということであれば、我々の脳神経ネットがこれちょっと再プログラミングしなきゃいけないと、この人格を変えていかなくちゃいけないと思うわけです。だからまず自分のそういう性格は先祖代々のものであって、自分が悪いわけじゃなく、それが人間ですよということを、まあ落ち着いて受け止めてもらえたらいいのかなと。一方それが現代社会においては裏目に出る部分もあるということを、これをすでに何かどっかで認識されてて、そういう自分の性格が嫌なんでしょうから、それもそれで正しいことだということです。そういう性格だけど、しかし、それが良くないんじゃないかと思っているということは、もう一度言いますか、そういう性格であることはあなたが悪いんではありません。あなたの先祖から人間として自然に継承したものです。そしてその性格良くないんじゃないかなと思っているということは、あなたが現代の人類社会の環境に適応しようとする方向を持っているということで、それは良いことだと思います。だからこういった自分を過剰に否定する必要はないと思うんです。さて、じゃあこれをどうやって直していくのか、どんなふうに考えていくのかですね。もう一回考えてみますと、自分と他人を区別して、その優劣を比較して、勝って喜び、負けて苦しむということですね。他人よりも優れている、勝つということは自分に対して他人が劣ってるということですから、自分は他人より優れて幸福で、他人は自分より劣って不幸であると、これはセットなんですよ。だから自分が他人より優れている、勝ったって喜びがあるということは、他人が自分より劣ってるってこともやっぱり喜びなんで、これは仕方ないことなんですね。優劣を比較する以上は、簡単に言うと他人の不幸イコール自分の幸福、自分の幸福イコール他人の不幸じゃないですか。こういうふうになってるってことをまず正確に理解する必要があります。だからですね、他人と自分を区別、そしてその優劣を比較する以上ですね、自分の幸福の裏側に他人の不幸があるという現実、これがあるんですね。さて、実際ですね、それでは自分がこの現代の社会で幸福に生きていくためにはどうしたらいいかというと、実はその現代の社会の幸福っていうのは、他人から奪い勝つもの、他人を知り付けて自分が得るもの、勝利による喜びばかりじゃなくて、利他による喜び、利他による幸福っていうのが強く目立つ時代になってきてるわけです。脳科学でもですね、ないしは心理学でもこういう研究があります。他人に配慮できる人の方が幸福になると。だからどういう意味かというと、要するに短期的にはですね、他人に配慮せず自分の目先の損得だけ考えて突き進む人の方が効率的に幸福になれるように見えますが、しかし長期的にはですね、そういう人は幸福になれないと、要するに自分の周りに人間関係が形成できない、ね、いわゆる恨みも買うしね、嫌われるし、でも短期的にはですね、それで幸福になるように、見えるわけですよ。だからそうするわけです。でその逆に配慮範囲、この広い人、他人を配慮する人は、そう、長期的に
その人を幸福にしようという他の多くの人たち、これを得ますから幸福になるんだということです。これは京都大学のですね、藤井明教授という方がですね、幸運の正体とは何かと、幸福の正体は何かと、そういうものを心理学的に、社会心理学的に研究した結果、得た結論です。認知焦点化理論とか言って、配慮範囲が広い人が長期的には幸福に、そして配慮範囲が狭い人が長期的には不幸になる。しかし短期的に見ると配慮範囲が狭く、自分のことだけ考える方が効率に幸福になるように見えると。でもそれは短期的なことであって、それは後に逆転するんだってことですね。ということはどういうことかと。つまり人間は自らの目先の損得ばかりに偏ってしまって、長期的な幸福っていうのを考えるのが苦手で、で長期的な幸福を考えると他人に配慮しなきゃいけないが、短期的な視野だけからではその自分が他人から幸福を奪い勝つという、そういう価値観に偏ってしまうということだと思います。実はこれは仏教の教えを学んでいても、分かることです。仏教の教えは苦しみは煩悩によると言います。そして煩悩の原因は無知であるということです。でこの無知という煩悩の中の根本、他のさまざまな煩悩の原因である根本的な煩悩の無知、これを一言で言うと、今の自分さえ良ければ、今の自分さえ良ければっていう心の働きです。今の自分さえ良ければと思って人は何か悪いことをする欲望を持ってしまうと。お金があったらそれを何か悪い手段でこう取ろうとすると。でそれをやってしまった方がずるいけれども、短期的には幸福になれるけど、しかしそれをやった場合、それではね、後から要するにツケが回ってくると、批判されたり罰せられたり、だからそういうずるいやり方っていうのは自分の能力を高める努力した結果じゃないですから、いつまでたってもですね、その本当の意味で幸福になる、そういった力が身につかないとかね、これからやっぱりいつ見つかるんだろうかって不安で苦しんだとかね、まあそういうふうになりますよね。でそれは昔から言われている道理なわけですけど、まあ、もう一回言うと、仏教においても苦しみの根本原因の無知は今の自分さえ良ければという意識で、で今の自分さえ良ければ、明らかに先ほどの、京大教授の藤井明氏の配慮範囲が狭い状況です。先ほどちょっと説明し損ないました。しかしですね、藤井明教授の見解もまさに今の自分さえ良ければという状態を配慮範囲が狭いと言っています。つまり配慮範囲が狭いというのは2つの軸があります。つまり他人のことを考えず自分だけ、そして未来のことを考えず今だけということです。つまり関係軸と時間軸と藤井明教授は言ってますが、関係軸っていうのはその他人のことも考えるか、他人を考えられずに自分のことだけ考えるか、家族のことだけ考えるか、それとももうちょっと広く友人知人を考えるか、その他の国の人のことも考えるか、自分のことだけ考えるか、これが関係軸です。時間軸は今だけじゃなくて先の将来を考えるか、どのぐらい先かと、その3日先か3ヶ月先か数年先か数十年先かと、こういうことです。関係軸と時間軸です。で関係軸において狭い、時間軸において短い、すなわち自己中心的な刹那的な意識、今の自分さえ良ければ、その自己中心的な刹那的な意識、これが配慮範囲が狭いという状態で、これはまさに仏教で無知、根本煩悩の無知が強いということですね。でその逆に配慮範囲が広いというのは、自分だけで他人、関係軸において広いと、今だけじゃ未来、この時間軸において広いということです。でもですね、この関係軸と時間軸というのは実はですね、不利一体なわけです。どうしてかというと、長期的な幸福を考える人間の幸福というのはやっぱり他人と関係してくるんですよね。短期的な幸福を考えると他人と関係してるのが見えないんですね。だから今の自分さえ良ければか、
長期的に他人と共に、この2つしか選択肢がよく考えるとないわけです。これが非常に重要な心理学だし、重要な仏教的法則だ。これは人間関係における道理、法則なんだと思います。今の自分さえ良ければ未来に渡って他人と共に、このどっちかの考え方になるということですね。で、そうやってこう長期的に考えると、自分の幸福っていうのはそれは他人と共にあるんだということに気づくとちょっと変わってきます。人間はやっぱり自分が幸福になりたいじゃないですか。でも短期的な視点に陥ると他人の不幸を喜んでしまえばいいんだというふうに思えると。しかし長期的な視点、これを考えると、いやいや他人を幸福にすることが自分も幸福にすること、いや他人を幸福にすることが最も賢明な自分を幸福にすることなんだということです。だからなかなか人はね、自分がその不幸になってまで他人を幸福にしたいとは思えないわけですね。自分は他人の不幸を喜んでしまう、でもこれからはどうにか、こんな性格嫌だから、自分がたとえ他人よりも劣っていても、より恵まれた他人の幸福、これを妬まずに喜ぶようにしようと思っても、なかなかそうならないわけです。本音そういかない。でそこでですね、心に、いや他人の幸福を願うことが自分の最も賢明な幸福になる方法なんだと、私は自分は幸福になりたいと、自分が幸福になるためには本音言うと、やっぱり他人には不幸になってほしいと思っているわけです。そこに対して心に働きかける、それは思い違いだと。あなたが自分が幸福になりたい、それよーくは、しかし最も賢明な幸福になり方、自分が幸福になる最も賢明な方法は他人を幸福にすること、長期的な視点ではそうなんだと、そういうふうにこう心に言い聞かせば、これはですね、心との対話です。つまり自分は他人の不幸、これを喜ぶのは嫌だなと思っていると。で心と対話すると、でもさ、結局幸福って奪い合いだし、自分が幸福だっていうのは他人よりも恵まれている時で、言い換えると他人が自分よりも恵まれてない状態が自分の幸福、これ本音だよね。罰せられない限り、嫌われない限り、嫌な性格だと言われない限り、本当は他人の不幸を陰で、おそらくで罰せられないのは表で喜んで、でやっぱりそれがそうだよねってなっちゃう。そういう心の働きと対話してって、その心を論理的に説得していくわけ。これがあの仏教の瞑想の一環です。本音を捕まえて、本音が思い違いだと、わかるよ本音君と、自分が幸福になりたいのかと、みんなそうだよと、であなたのその思いは悪くないんです、ただやり方が間違ってる。長期的に考えると、他の幸福を喜んだことこそが自分を最も幸福にするんだと、他を幸福にすることが実は自分を最も幸福にするんだと、そうなってますよ。そういうふうに説得してます。でその助けとして、先ほど心理学の調査結果が出る、脳科学でも同じです。他の幸福を喜ぶ、そういった慈しみの心や、それからそう他に感謝する心ですね、これを持つと幸福ホルモンといわれるオキシトシンやエンドルフィン、これが出てくる。それは心身の健康と知力、目標達成力の増大、これにつながるわけです。で逆に他の不幸を喜ぶ、そういった他に対して攻撃的な意識ですね、あんなやつこれでいいんだみたいな、そういった意識はストレスホルモンといわれるアドレナリンやコルチゾールが過剰に出てしまうと。アドレナリンって自分の身を守るために他人と戦う時にも出ますから、そういうのは必要なんですけど、過剰に戦ってしまう、過剰に他を攻撃してしまう、過剰に他の幸福を喜んでしまう、つまり人を呪う場合、穴二つとよく言われます。このストレスホルモンですね、これを出しすぎちゃう人、単に攻撃的に過ぎる人、これはストレスホルモンによってですね、心身の不健康と、先ほど言った知力、記憶力、目標達成力が低下していくと、低下していくと言われています。よってこのストレスホルモンの存在は人を呪わば穴二つの科学的、脳科学的証明で、
かと幸福ホルモンの存在は、これは情けは人のためならず、情けは人のためならずという道理のその科学的脳科学的証明であります。つまり、まあ、昔から言われていることではあるが、その他人と競争して生き残ってきた人類の中にでも、やっぱり他人を助けることが自分の幸福になる、他人を助けることこそが自分の幸福になる、他人に情けをかけることは情けをかけられた他人ではなくて自分のためにこそなるという、まあ、事実はそういう側面はあったわけですね。でそれが今脳科学的に証明されている。そして一方で他人との競争に勝ち切らなくても死ぬわけじゃないという社会、これになっているということです。こうやって丁寧に丁寧にですね、自分と他人のですね区別と優劣の比較、これに関して考えていくということが重要だと思います。で仏教の瞑想で言いますと、人の苦しみの根本原因は自分と他人を区別して、自分と他人の幸福を区別して、そして自分と他人の優劣を比較すること、これから全ての苦しみが出ていると言います。例えば妬みもそうですね、から卑屈もそうですね、そして見下して他の幸福を、他の不幸を喜ぶっていうのもそうですね。それから怒りもそうです。怒りっていうのは自分と他人が区別されて、他人がなんでこいつこんな悪いことやるんだと思ってる心の働きですが、それは自分と他人が別物であって、自分と他人が互いに影響を与えながらみんなでみんなを作ってるんだというものの見方がないからだと仏教は考えるわけです。自他を区別し、さらには優劣を比較することが人の苦しみの根本的な原因ということです。で、ここが分かってくるとですね、それをしっかりと理解して繰り返し繰り返し考えていくと、少しずつ少しずつ脳神経ネットワークが変わってくるわけであります。そしてそれを深く強く考える瞑想っていうものをやるとですね、脳神経ネットワーク、これがその改革されるわけです。そうすると意識が変わってくるというのがあります。ここからはどう自分の脳神経ネットワーク、これを変えていくということですから、いろいろな方法があります。例えば脳神経ネットワークと連動するのが、神経と連動するのが目に見えないエネルギー、気というものだと。で、気の通り道があって、この気の通り道を浄化することが重要だというのが、基本的にヨーガでのハタヨーガ、クンダリーニヨーガ、それから仏教密教の苦行次第という非常に高度な技法です。脳神経ネットワークに対して深く関連するその目に見えないエネルギー、キーというものをコントロールすることによって、脳神経ネットワークに大きな改革的変化を与えようとするわけです。それからやっぱり脳神経ネットワークというのはいつもですね、習慣によります。例えば怒りやすいという性格は、何度も何度も怒ってると怒りやすくなります。何度も何度も怒ってると、怒るときに出るアドレナリン、神経回路の効率が高まる、すぐ怒れるようになってしまうわけです。だからなるべく怒らないようにしてると、その回路の効率は低下してくると。つまりなるべくいい行動を、悪いことをやめていい行動を取ることで脳神経ネットが変わっていくということがあります。これが仏教では戒律って言われてますね。日頃から悪いことをやめていくと悪いことが起こりにくくなると、脳神経ネットワーク的に。日頃からいいことをやってるといいことが起こりやすくなっていく、脳神経ネットワーク的に。でも脳神経ネットワークっていうのは習慣によって変わっていくんだっていうことです。ですから良い習慣、これを増やし、悪い習慣を減らすという、宗教で言えば戒律というものは、そういった意味で非常に重要だってことになります。そうですね。それから今先ほどお話したように、深い深いその施策、自分の無意識と対話するには深い施策ですね。単に幸福を喜ぶ自分の性格は、ごめんなさい、他人の不幸を喜ぶ自分の性格は嫌いだっていうんじゃなくて、でどうして他人の不幸を喜んでしまうんだろう、それは他人の幸福と自分の不幸がセットだからだと、そういうふうに考えて、じゃあ本当に他人の不幸と自分の幸福っていうのはセットで、自分が幸福になるために他人が不幸じゃなきゃいけないんだろうかと考えて、いやそうじゃない、本当に自分が幸福になるためには長期的には
他人を幸福にすることがそれにつながるんだという、そういった結論にこう至っていく、その深い瞑想、深い集中された瞑想、これによってもですね、意識が変わるということです。だからこの深い心理分析によるその人格の変化というのは、そのかなり高度な瞑想能力で、その瞑想に対する集中、その深さ、強さっていうものが問われます。なかなかこれはしっかりと仏教の勉強をしたり、心理学の勉強をしたりしてですね、しかもいろいろな精神的訓練を経て、その強く深い瞑想、これに熟達していないとなかなかできないことかなと、まあそういうふうに思います。まあ以上ですね、いくらか仏教のなんていうかな、またヨガの人格改造の、また意識の改革の方法をいくつかお話しました。ものの考え方、これを改めて、それを深く強く瞑想する、それから日常の行動で良い行動を増やし、悪い行動を減らし、そういった意味で脳神経ネットワーク、これをアジャストしていく、それから脳神経ネットワークに直接的に大きな影響を与えると言われている秘宝ですね、気の霊的科学に基づく秘宝、これを実践するなど、いろいろな方法があります。まあ、いろいろな方法があれば皆さんにお伝えしておきますが、まずはですね、他人の不幸を喜ぶイコール、他人の不幸こそが自分の幸福だという考え方は、近視眼的なものの見方から来る錯覚で、自分の幸福を求めるのは良いと、しかし本当の自分の幸福の道は、実は長期的には他人を幸福にすることなんだということ、これに気づくこと、これは非常に重要で、でそれをサポートする心理学や脳科学は現代ですね、すでに現れている。昔はなかったんです。現代は脳科学やそれから心理学が我々の無知、これを否定して、やっぱり昔から言われている、情けは人のためならず自分のためにこそ情けをかける、人を呪わば穴二つと、自分のためにこそ人を憎まないと、そういったことが検証されている素晴らしい時代だと思います。でその力をも合わせて使って、そういった自分の先祖代々の勝利至上主義、ね、勝つことが幸福だと、負けることは不幸だと、他人が負けてるイコール自分が勝ってる、だからいいことだと、そういうものの考え方、ガチガチの考え方を少しずつ少しずつ緩めていくということだと思います。